金原選手、ステップバック膝。あのステップバック膝はやばかったよ。すっげえいいタイミングで合わせたし、下がりながらこうやって膝を入れるのは難しいよ。タイミングが必要です。あとはね、あの、タイミングが必要です。あと結構勇気が必要ですね。こうやって膝を合わせるのは。 どこに自分がパンチをもらってたら、あまあ、相手がパンチを打ってきてるときに。で、確かその1ラウンドでその膝、左膝だったよね、そうサウスポーからの左膝を芦田選手のレバーに入れたんですよ。で、その前、芦田選手、パンチでラッシュで攻めて、あの、ね、金原、sorry,、uh, what's h i name? 選手。No, no, が、その、まっすぐ下がってたんですよ。で、その、まっすぐ下がってるところを僕、これが見て、わー、これは、足田選手、まあ、パンチで攻めたチャンスがあると思ったときに、バーン膝でダウンを取った。えダウンを取ったっていうか、俺だ、膝を当てるところも見れなかった。まさかそこで当てると思ってなかったよ。でも、膝に当てるな、とか、いや、ボディに当てたって言って、マジで、ボディ、今から、そ、そ、その展開から、 思って思ボディで膝を利かせてまあトップを取ってグラウンドで結構コン,結構コントロールマウントも取ったよね結構コントロールしてるのを覚えてますまあちょっと記録があんまりもう少しでチョークも取ったっああそうだってねアームトライアングルね、うん、取ってたよねいや、yeah, 強かったよで2ラウンドまたその膝を利かせたねまたその膝を利かせたあの膝は Man, oh man… すごいよ。すごいよ。でも最後はパンチで KO したんでしょ綺麗なストレートで。ワンパンチ。バウンそれからパウンド。いや。だから、まあ、改めて思ったのは、金原選手強いよ。で、金原選手、膝もできる。で、グラウンドも強い。パンチも打てる。The full set。Full package って英語で言いますね。Uh. で、フェザー級なんですよ。金原選手もフェザー級です。このフェザー級は楽しみです。